トヨタ 90CV は1990年全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権、世界スポーツプロトタイプカー選手権、およびルマン24時間レース参戦用にトヨタが開発したグループシーカー。基本的に前年型 89CV の進化版だが 88CV 以降使用されたキャッツアイ型ヘッドライトは 他のシーカーにも見られる一般的な4灯型ヘッドライトに変更された。エンジンも 89CV と同じ R32、ボルト型3.2リットル V 型8、気筒ツインターボだが、シーズン途中には3.6リットルに拡大された、新エンジン R36 ボルト型を投入した。89CV ではエンジンが前傾されて、マウントされていたが、 90CV では水平にマウントされている。ブレーキローターはカーボン化されたが信頼性を重視して、ルマンではスチール製を使用している。タイヤはトムスはブリジストンをサードはダンロップをそれぞれ使用した。90CV のデビュー戦は JSPC 開幕戦富士 500km でトムスの1台の未エントリー。サードは 89CV を使用。デビュー戦を ポールトゥーインで優勝した。トヨタはこれまでも JSPC で勝利を挙げているが、すべて燃費的に楽なうてレースでの勝利で、晴天でのレースの勝利は、これが初めてであった。ただし日産が15秒差で2位に入り、また5位までのマシンがトップと同一周回でゴール、しており、ライバルたちとの差は、わずかだった。第2戦、富士 1000km では、トムスは、 R36V を搭載した 90CV と R32V 搭載の 89CV を T カーとして用意。サードも R32V 搭載の 90CV でエントリーした。トムスの 90CV は雨となった予選で2番グリッドを獲得したが、マシンの信頼性を理由に、決勝は予選で4位に入った 89CV で出走することになった。 サード 90CV は予選5位に入った。決勝は大雨の中ペースカーが先導する中スタートし、数週後に中止が決定した。ルマン終了後最初のレースとなる第3戦、富士500マイルにはトムス、サードとも R36V 搭載の 90CV で出場。トムスは予選2位、サードは3位につけた。1位と4位にはワークスニスが入り、 ルマンで共に初入賞を果たしたトヨタ、日産による全面対決の様相を予選から早くも呈していた。決勝レースはスタートからトップに立ったトムス 90CV と2台のワークス日産の首位争いから日産23号車が脱落、日産24号車との一騎打ちとなった。トムス 90CV は日産との差をコントロールしながらトップのまま走行していたが、 残り21周でエンジントラブルでリタイア。前半を抑えめのペースで走り、後半に勝負をかける予定だったサード 90CV もマシントラブルで7位。トヨタはノーポイントに終わり1位と3位に入った日産と明暗を分けた。第4戦、鈴鹿 1000km からトムスはこれまでの36号車に加えて37号車もエントリーしトヨタは3大体制となった。 予選では、その37号車が、ポールポジションを獲得。36号車は3位、サードも6位と、それぞれ高位置につけた。しかし決勝は不審で、日産に独走優勝を許し、2位のプライベートのノバ・ポルシェにも敗れ、37号車の3位が最上位となった。36号車は4位でゴールしたが、レース後に、車両寸法違反が発覚し失格処分となり、 サードは9位に終わった。第5戦、菅尾 500km も引き続き3大体制でエントリーしたが、サードが 90CV の挙動変化のシビアさを嫌って、マシンを 89CV に戻すことになった。予選は37号車が2戦連続でポールポジションを獲得し、36号車も3位に入った。決勝レースは、第4戦鈴鹿以上の不振で、36号車は、 レース序盤こそ、首位争いに加わったが、その後燃費が苦しくなって後退し6位に終わり、ポールスタートの37号車は8位と入賞圏外となった。日産は、オロカルマンゴに3.2リットルエンジンを供給されるようになった、プライベートポルシェにも、後陣を敗する結果に終わった。トヨタ税最上位は 89CV にスイッチした、サードの5位だった。最終戦。 富士 1000km ではトムスも36号車を 89CV に戻し、90CV は37号車の一台のみとなった。37号車は予選6位からスタートし、決勝は189周目にミッショントラブルでリタイアした。優勝は前線から 89CV を走らせるサードで、雨の中のレースで巧みなピット戦略での勝利だった。 1991年の開幕戦、富士 500km には、トムス2台、サード1台の、計3台の 90CV がエントリー。タイヤは、全車ブリジストンを使用した。サードが、予選2位で、トヨタ勢最上位となり、トムス36号車が、予選5位、37号車が4位につけた。レースでは、ミ産勢のペースについていけず、36号車が一周遅れの3位。 37号車が6位、サードはエンジンにミスファイアが出て11位に終わった。第2戦、富士 1000km では、トムス36号車とサードがニューマシン 91CV を使用。90CV は37号車の1台のみとなった。予選5位からスタートし決勝でも5位に入った。第3戦から37号車も 91CV にマシンを変更したため、 これが 90CV の最後のレースとなった。1989年のルマン24時間レースで、トヨタは4時間持たずに全滅して、レースを終えた。ルマン終了後、関係者は、社長の豊田翔一郎に呼ばれ、お前たちは、相撲で言えば幕下だ。幕下には幕下なりの戦い方があるはずだと、叱責を受けた。トヨタは1990年のルマン24時間レースを、 完走を目標に戦うことにした。1990年のルマン24時間レースに、トヨタは、トムス2台、サード1台の3大体制で参戦。トムスの2台のうち1台は、トムスギガバイトが受け持った。エンジンは信頼性を考慮して、R32V を使用した。1989年のルマンでは、ポールポジション獲得に執念を見せたトヨタだが、この年は、 決勝レース重視の姿勢で予選に臨んだ。それでも、トムス36号車が10位、トムス37号車が14位、サードが16位とまずまずの予選順位を獲得した。決勝では37号車がレース開始4時間後にトップの日産と接触して、サードは19時間目にエンジントラブルで、それぞれリタイア。ただ1台残った36号車は1日目午後に、 マシントラブルで交代した後、徐々に盛り返して、レース終盤には7位を走行。ゴールまで残り15分となったところで2位を走っていた、ブルンポルシェがリタイアしたことにより6位でゴール。トヨタとして初のルマン入賞を果たした。1990年の WSPC には、前年に続いて、トムスギガバイトが参戦した。開幕戦の鈴鹿のみ。 JSPC 開幕戦で優勝したばかりのトムスがエントリーし36、37、38号車の3台が出場した。38号車はサードがマシンメンテナンスを行った。エンジンは37号車のみ R32V で36、38号車は R36V を使用した。予選では36号車が1位で、 トヨタは2年連続のポールポジションを獲得し、38号車が予選3位、37号車は予選6位を獲得した。決勝では36号車がスタートでリードを築き序盤ジャガーと主位争いをするが、後半は燃費が厳しくなり後退した。サード 90CV は好調でメルセデス、ジャガーに次ぐ模様を走行した。レース終盤ジャガー。 日産と3位争いを繰り広げるがペナルティを受け交代し、その後ガスケでリタイアした。37号車はエンジンの不調で20位に終わった。唯一乾燥した36号車が4位に入賞した。鈴鹿以降の欧州ラウンドに入ってからは 89CV と併用される形での参戦となったが、安定した性能を発揮できず、ポイント獲得はならなかった。 シリーズランキング8位はポルシェを使用するプライベートチームにも劣る成績だった。このマシンの開発における最大の失敗は話し合いによってマシンの寸法を決め、特にホイールベースの数値は意見が分かれた際に話し合いで妥協して決定した値を採用したことにある。これにより操縦性に悪影響を及ぼしたため、特に雨のレースでは安定性に欠けるものとなった。また、 専門家からは、フロントのサスペンションアームをそのまま移植したような、リアサスペンションのレイアウトにも疑問が持たれていた。オートスポーツナンバー 5563A 処方、1990年、P85。レーシングオンナンバー84部集、処方、1990年、P69。黒井久志、ザ・バトル・オブ・トヨタ、レーシングニュース別冊。 栄光のルマン24時間スペシャル日本カメラ社1990年ルマン偉大なる草レースの挑戦者たち集営者1992年オートスポーツナンバー 5533A 処方1990年 P84 ありがとうございます